井県大野市、この町の課題、それは人口減少。市内の高校では卒業生の約6割が市外へと出てしまう。外へ出た若者が少しでも帰ってくるようにと始まったプロジェクトが大野へ帰ろうである。大野ポスター展、高校生たちがお店のポスターを制作、地元の魅力を再発見し、自分たちでも大野を元気にできることを学ぶ。市とこの高校生とかが一体になって町を盛り上げようっていうその思いっていうのは私はすごく共感できるので、みんなで大野を盛り上げていただけるとありがたいかなって思います。高校生の子が企画してここまで仕上げていくっていう、それはもう本当にいい経験やと思います。これだけを見に来られる人います、そば買わんでも。本当に大野大人図鑑、地元で働く素敵な大人たちを紹介し、大野でも自己表現できることを伝える。写真集大野へ帰ろう、地元の懐かしい風景を集めた写真集を制作。いつでも大野を思い出してもらえるようにと成人式で配布した。ちょっと懐かしい思い出見ながら、あ、ここって全然変わってないねとか、あ、この場所じゃないっていう話をしながらですね、盛り上がったっていうのがあります。その写真集を借りてきたのも一つのきっかけとなってですね、じゃあやっぱり大野へ帰って頑張ろうかっていう話になりました。楽曲大野へ帰ろう、大野高校の卒業生の父母たちがいつか帰ってきてほしいという思いを歌で伝えた。実際にそのサプライズだったの、全然そんな全くあるのも知らなくて驚いたんですけど、でもその時に歌詞とその体育館の壁に映し出されたあの大野の映像を見て、なんかこれまで気づかなかった大野の魅力を知ることができて、その時にあの絶対に大野に帰ってこようって強く思いましたね。地元上小中学校の生徒がハンドベルで演奏した楽曲が列車の到着メロディーになりました。大野の思い出とかを浮かべながら聴いてほしいと思います。とても大野のいいところが詰まってる曲なので、大野がいいところだなっていうのが伝わると嬉しいです。ふるさと大野を愛するという気持ちを子どもたちには育んでいってほしいというのが僕たち教員の思いなので、この曲を通して、そしてこの曲を演奏することで、それが一層こう心に根付いていってくれるといいなと思いました。すべてのプロジェクトは2015年からスタートし、現在も継続中である。いつか大野へ帰ろうと考える若者たちも増えている。大野別にいいなっていうのをみんなで話してて、絶対に帰ってきたいっていう話は結構みんなでしていますね。将来大野に帰ってきたいって、大野に帰ってこようと思いました。